中村敦史と安藤裕樹のゼロに何かけてもゼロ、ゼロに何かけてもゼロ。ということでございまして、ゼロになりかけてもゼロ第6回前編後編終わりました、うん、終わりました。ここからは番外編ということで。番外編ですか。はい、放送後期ですよ。放送後期やっちゃいますか。言うならばね。言うならばですね。はい、ということで、はい、元 AD 渚さんがねゲストに来ていただきまして、はい、今回このお時間もちょっとお付き合いいただくということでですね、はい、もういいですか、あの、うん、自己紹介のあれは。あ、自己紹介のあれ、あ、やってもいい。もういいよ。もういいっす。もういいっす。もう前編後編でやり尽くしましたからね、ほんとに。どうでしたか。なんかドラマとかね、うん、やっちゃいましたけど、企画、キス、うん、キス、まあ、あれは悪い夢だったので、ここまで忘れないんですけど、本当にキモいっすよ。本当にキモいじゃないよ。確かに。確かにじゃないんだよ、うん、めっちゃイケメンだったでしょ。いや、キモくしようとしてないでしょ。してないよ。してないんでしょ。バスケはもう、あれだよ、ブザービートもヤマピー意識してたよね、うん、やってたよ。ヤマピー見たことあります。俺の見てるヤマピー、違うヤマピー。違うの。全然知らないおじさん見てたよ、多分。そうだろうな。うん、でも私、あの台本をいただいて、はい、なんかこのフリートークとかのトークテーマみたいなのあるじゃないですか。あるね。これ、喋りましょう。お、フリートーク。そうそう、喋りたいでしたね。台本にね、うん、一応こういうお話いかがですかみたいなのはね、ちょっと載ってるんですけど、何書いてあった、うん、うん、秋ですねって書いてあります。そんなざっくりしてるの。秋ですね、はい、うん、読書の秋ですねって書いてあって、うんうん、読書の秋、はい、うん、全然本読まないからね、俺は。あ、うん、まず字読めないもんな。もうかろうじて読める、かろうじて読めるんだけど、よく読み間違いはよくやる。読み方ができないって聞いたけど。私でもあの文学部出身なんで。え、もうこれ大学名言っていいの。いいですよ、全然。上智大学。上智大学文学部。お、はい、だってあの上智大学のさ、あの、うん、なんだっけ、パーカーいつも着てるよね。着てます、着てます。どんだけ何強行愛が強いの。あ、今日も着てます、着てます、大好き。だってこれあれでしょ、自分でさ卒業してからもさ、なんか政教かなんかに勧誘ってるわけでしょ。あ、はい、あ、政教ないんですよ、ジョーちゃん。あの、マルゼンなんですけど、まあ、どっちでもいいわ。どっちでもいいんだよ、その細かいことは。そこに勧誘行くわけでしょ。あ、行きます。なんかそのブレスレットも買ったんでしょ。あ、そうなんですよ。え、何、今大学でブレスレットみたいなの売ってんの。あ、なんかジョーちゃんのカトリックの学校で、はいはいはい、教会でそのお祈り用のグッズとかいっぱい売ってるんですよ。ロザリオとか、うん、あの指輪とか、うんうん、あと教皇ローマ皇后さんのポストカードとか売ってて、買う人いるの。あ、いっぱいいらっしゃるんじゃないですかね。でもその前にね、今ね、ロザリオって言った時ね、この安藤うんとか言ってたけど、お前絶対ロザリオ分かってない。分かるよ。なんかあるでしょ、木の実とかで作るやつじゃなかった。ぼんやりしてんな。まあそうかもしれないですね。そうかもしれない、はい、ね、じゃあなるほどね、そのパーカーをいつも着てますもんね。はい、着てます。え、じゃあ結構あれですか、文学部ってことはその本、読書っていうのは結構、そう、本とか割と好きなんで、うん、このフリートークしましょう。え、最近読んだ本ありますか。アガサ・クリスティのアクロイド殺し、うん、アガサ・クリスティ、アガサ・クリスティさん、うん、全部日本人離れしたから。おじさん、おじさん2人が目が泳ぎ始めましたよ。ですけど面白かったって。面白かったです。どういうお話なんですか。あ、アクロイドが死んじゃう話なんですけど、うん、どうぞ。アクロイドっていうのは何ですか。アクロイドさんっていう人が死んじゃって、はいはい、あ、誰が殺したのかなって考えて、うん、そういう推理も小説みたいなこと。あ、推理小説割と好きなんですけど、はい、あ、違った、あんま刺さなかったですか。え、食いつきですか。はい、え、ちょっと逆に今の説明で食いつかれると思いました。あ、俺もそれ好き。アガサ・クリスティ、あ、俺逆にコナン・ドイルの方が好きだわ。いや、あの終始目が泳いでただけでしたけど。本当ですか。文学部ってどういう勉強するわけ。私でも哲学科で哲学専攻してたので。全然見た目と違うね。なんでですか。どんな見た目ですか。いや、そんな哲学っぽい感じしないよ。哲学っぽい顔面ってどんな顔面ですか。いや、確かにメガネがちょっと哲学っぽい感じ。メガネが哲学っぽいし、メガネもそれ、あの大学の選挙で買ったの。違います、違います。これはもうあの自前なんで。自前、はい、生まれた時から。そうです、おぎゃーって赤子で生まれた時におぎゃーって。母ちゃんすげー、母ちゃんが。
これがついてるんですよ。その結構じゃあ本読まれるっていうことで、なんか好きな本何回も読んじゃいます。あ、繰り返し。そう、でも先分かっちゃうじゃん。もう一回読んだやつ。なんかそのお気に入り映画とかもドラマとかもお気に入りのやつを何回もだ。そう。映画はわかる。俺も何回も見るやつある。え、何好きですか？ギルバート・グレープ、あの、ジョニー・デップの。聞いたことある気もする。すごいちっちゃい、あのなんだっけ、レオナルド・ディカプリオがすごいまだちっちゃい時の中学生とか、そのぐらいのやつ。まあハートフル。映画ハートフル映画大好きです。うん、そうそうそう、だから結構もう何回も見るから、うん、セリフとかももう覚えちゃうって感じ。わかる、うん、別にそんな大した心に刺さるようなセリフとか名言とかないんだけど、別に結構ね見ちゃう。あ、確かにね、ハートウォーミングな映画っていいですよね。ハートウォーミング、そう、うん、俺それが言いたかったの、ハートウォーミングって言いたかったの。世知辛い世の中だからね。なんでしみじみ語ってるの。ハートウォーミングな映画、うん、映画も何回も結構見たりする。うん、ハンニバルが好き。あー、人たちの沈黙で。そうです、アートウォーミング、レクター博士。はい、あ、そう、今なんか殺される話が好きなんだよ。何かしらが殺される。あ、もう海外ドラマで今、うん、ハンニバルあって。あ、そうだ、ドラマであんの。ドラマ版で、うん、あのレクター博士が、うん、うん、ウィル・グレアムっていう人に、うん、原作では捕まえられるんですけど、うん、そのウィル・グレアムと出会いみたいな、書くみたいな感じ で、すごく楽しいので見てみてください。で、あれなの、あのレクター博士と恋が芽生えたりする。あ、そうです、そうです。え、なんでわかるんですか。今言いたかったのに。ボケたのに、当たっちゃったよ、一番恥ずかしい。本当にあのハンニバル・レクター役のマッツ・ミケルセンと、うん、あのウィル・グレアム役のヒュー・ダンシーがすっごくかっこよくて、うん、本当におすすめなんで、ぜひ見ましょう。あ、そっちの意味だったのね。俺なんか違うボケだったんだけどね。なんかその男2人が出てきて、こう、うん、あれちょっと信じないみたいなのが好きなんですよ。うん、あ, あとは、うん、シャーロックっていう海外ドラマも。ああ、今ね、流行ってるよね。そうなんですよ。シャーロック・ホームズ。そうです、そうです。それをちょっと現代版にした感じで、うん、主演のベネディクト・カンバーバッチさんがすごくかっこよくて。よく言えたね。俺だったら絶対噛んでる。マーティン・フリーマンも。ジョン・ワトソン役がマーティン・フリーマンなんですけど、すっごくかっこよくて、あのサントリーの CM に今出てるかな、マーティン・フリーマンは。金麦？金麦って、響きかな。金麦はダンさんだっすかね。出てて、でそれもすごくちょっと男同士のこう、うん、あれ怪しいかなみたいな書かれてて、そういうのがいいの。BL だもん、BL が好きなんだ。なんかちょっと匂わされるのが好きなんですよ。おすすめ。なんで女の子って BL が好きなのかね。よくわかんないね。いや本当にみんな好きですよ。あ、シャーロックはおすすめは、あの、うん、シーズン2の1話目のベルグレービアの秋分ってやつがすごくいいので、うん、ぜひ見てみてください。どういうところがいいんですか、それは。え、なんか、ふふふふって笑っちゃって乙女。なんかこう、2人が手を取り合って、うん、頑張って可愛いなって思います。男2人が、はい、あ、まだあります。はい、あ、パートン・オブ・インタレストっていう海外ドラマもすごく面白いので、はい、ぜひ見てみてください。海外ドラマ好きなんだ。あ、好きです。だってでもさ、ドラマってさ、1話からもう何十話まであるじゃん。海外の長いですよ ね。だからもうさ、もう疲れない。もうその体力がさ、すごい時間、映画だったら2時間で終わるけどさ、うん、ドラマってもう何十時間もかかるじゃん。いや、ね、あれね、本当俺24はもう全部見たんだけど、うまいんだよね、あのもうどんどん見たくなる、あの演出。なんかシーズンが終わると次のシーズンどうなるのかなっていう感じじゃないですか。そう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 、うん、アメリカのドラマってすごいもんね、お金めちゃくちゃかけるし、ね、お金かけてるしね、映画並みにかけるもんね。1話に1回爆発ありますよね。あるあるある、すごいすごい面白いんだよ。だからゲームやって、飽きたら本読んで、飽きたらもう寝る暇ねえな、もう忙しくない。そうなんですよ、睡眠時間全然なくて、難しいんですよ。忙しいな、それも。そう。もうその寝る時間、さっきそのゲームが楽しいっていう話、ね、はい、してましたけど、その寝る時間を惜しんででもやりたい。やりたいです。わかんないね、ゲームは。いや、なんか頭が、うん、めまいみたいにフラフラしてきたら、うん、そろそろ寝た方がいいなって思います。時間とかじゃないじゃん。なんか延期感がなくなってくるんですよ。してきたら、あ、そろそろもう3時間ぐらい寝ようかなみたいな。すごいね、わかんない。あのゲームって架空じゃないですか、要は、はい、言ったらバーチャルで、バーチャルで。だから僕もうゲームやらなくなった理由は、うん、それこそドラクエとかいっぱいやってたんですけど、うん、セーブが消えてしまって、
て。それファミコンだろ。どんだけ古い話してる。ファミコンのね、ドラクエ3の話だけど、うん、それが飛んだ瞬間に、あ、今までやってきたことは何だったんだろうみたいになっちゃう。無だな。何も残らないじゃん。あります。急に虚無感に襲われますから。虚無感、うん。よくやっててさ、あの、うん、お母さんがアダプタの線足引っ掛けて、口で、ね、さーっと掃除機が掃除機がふざけんなよとか言ってたよね。そう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 。うん。だからあんまりね、面白いのかね。なんか最近のゲームって難しいじゃん。なんかもうさ、やらなくなるとさ、本当にやらなくなるよね、うん、俺もう中学校何年生か1年ぐらいでやめちゃって、うん、そっからもう一切やってないから。本当ですか。覚醒剤の話して覚醒剤の話しないで早熟だな、俺中学校1年生まで覚醒剤やって大丈夫ですか、もうやってないもうやってない、マーシーじゃないんだから多分いや、私でも本当に友達がいなくて、うん、ゲームしか友達がいないみたいな。いや、なんか悲しい話になっちゃった。悲しくはない、ゲームが楽しいんで悲しくないんですけど、うん、はい、え、部活とかもやってなかったの？部活はやるにはやってましたけど、うん、あの中学校の部活とかはちょっとこうお遊びみたいなとこもあるじゃないですか。その新規全国目指してるとかじゃなかったら、まあ、学校にもやるけどね、まあ、だからうーん、まあ、ゲームでもダンス得意ってことは運動神経はいい方ね。あ、いい方だと思います。足速いです。リレーの選手とかでした。え、体育いつも5だった？お、まあ、5か4とか。逆上がりできる？あ、できないです。できないかい。それは自分の体重を持ち上げられないんで。あ、そういうことね。そうです。まあ、女子で逆上がりできるっていうのは相当ですよ、結構。俺もできなかった。え、逆上がりできなかった。耐えられないですよね。わかります。あ、やり投げ得意でした。やり投げってあった？今日から体育の科目でやり投げってすごいと思うんですよ。しかも何、手首のスナップがすごい効くのか、すごい綺麗に刺さるんですよ、サクって。すごい褒められてましたね。え、部活で、じゃ陸上やってたってこと？あ、それは体育の授業でやってて。体育の授業であるやん。投げってやる？まずあります。え、千葉県だけかな。そんなにさ、広い、ね、うん、もうグラウンド貸し切りじゃないとできない、うん、田舎だからですかね。あ、狩猟民族が多いあの地域とかで。あ、そっか。そうじゃなくて、いや違います。取るとか、よく考えてそうじゃない気もしますけど、うん、あら、そうなの、みんなやると思ってました。あとりさん、バスケ、うん、嘘、違うの？バスケ俺最近始めたから。逆にバスケ全然わかんないです。なんか、うん、こうスポーツ大会みたいあるじゃん、高校とかで、うん、あるある。私でも本当に、うん、私がボール持つと、味方も敵も取りに来るんですよ、なんか。どっちが思ったか分かんない。違いますけど、なんか味方も敵も取りに来て。それ顔ですみたいな。違う違う。痛い痛い痛い。なんかね、味方のパスをカットして、敵にパス出しちゃうんで、なんかボール持ってると危険だみたいな感じ。味方も取りに来て、敵も。そもそもね、そもそもじゃん。でもなんか、あのほら、あのビブスみたいなのさ、着るじゃん、あの、はい、赤、はい、ね、赤と青、うん、それ見ても分かんない。分かんない。バスケ運命の話じゃないよ。球技全体的にダメじゃん。そしたらもうサッカーもダメだしさ。そうそうそう、サッカーも苦手だな。 あまり見ない。ワールドカップとかさ、去年ワールドカップは知ってます。知ってるぐらいだ。見ないんだ。うん、ラモス。古いよ。J リーグも20年以上前だよ、それ。ラモス創世紀だね。ラモス。いや、さっきはラモスばっかり言ってる。ラモスしか言ってねえよ。鹿島アントラーズ。あ、知ってるね。あ、千葉だっけ、鹿島アントラーズ。え、鹿島って千葉？え、わかんない。ごめん、あのジュビロ磐田。千葉だっけ。ジュビロ磐田。ああ、今だから知ってる。横浜マリンズ、サッポロコンサドーレ。いや、だからそれで詳しいねってはならないから、うん、それで詳しいねってはならないから。ああ、そう。まあでもスポーツさ、そんな見る暇あったらさ、ゲームなりさ、海外ドラマなりさ、うん、で本なりってなっちゃうからさ、そんなスポーツなんか見る暇ないよね。そう、ゲームの中で体を動かさないといけないから。動かせねえだろ。あ、ゲームの中でね。ゲームの中で動かさないといけないから。ゲームの中でハロウィンとかもお祝いしたんで。え、あ、そうなんだ。そうです、そうです。じゃあもうあんな渋谷とかでギャーギャー騒いでるやつは違う。ああ、もう違いますね。全然違う。逆にかわいそうだなみたいな。あ、こっちの方がリア充だぞみたいな。そうです、そうです。ちょっと優越感。なんかそのゲームの中で仮装するの？あ、そうなんです。仮装の、そういうイベントがあるの？そうなんです。守護天説っていうイベントがあって。はい、何ですか？守護天説。守護天説っていうイベントがあって、あのちょっとクエストクリアしていくと、うん、あのハロウィンっぽい魔女の服とか、はい、帽子とか、なんと今回マウントもらえたんですよ。いや、その価値が分かんない。マウント、山ですか、何ですか、マウント。マウントってチョコボとか、う
あの乗れる乗り物マウントっていうんですけど、うん、それのほうきが出たんですよ。マウントもらえるってなかなかないので、うん、すごさが伝わりませんよ。ええ、そうなんだ。でそれってさ、でももう本当そもそもよくゲームのことわかんないんだけど、はい、お金とかかかるの？あ、月額でも1000円ぐらいですか、ね、あ、かかるの？かかります、かかります。へえ、だってソフトをさ買ったらそれで終わりじゃないの、うん、月々かかるの？月々かかって、レンタル料金みたいな感じ。あ、何それ。基本的にあの、うん、ゲームの PS3 とか、うん、ソフト代も全部弟のお金なので、うん、知らないけどさ、あんまり私は特に出してないでしょ。いや、もうない、弟に依存しすぎでしょ。あんまりお金そんな使いたくないんで。なるほど、なるほど。弟のお金使ってうん、ああ、そうなんだ。あんまり物欲とかない？なんかこれ欲しいとか。だってブランド物とかさ、身につけてるさ、あの印象がないもんだから。いやいや、いつもなんか T シャツ、わかんないじゃないですか。デートみたいなとき着てるかもしんないじゃん。いやいや、もう全然なんかさ、ビトンの財布とかさ、これ今キャラ作りかもしんないじゃん。違うじゃん。どういう、ももちさんの T シャツ着てますけどね。そうだよ、うん、そんなだって興味ない人だって、シャネルのうんぬんとかさ、なんか、うん、興味はない。ないでしょ。ないんかい。興味がない。ゲームでしょ。ゲーム大好き。っていうかさ、もう本編もさ、この番外編もゲームの話しかしないけど、はい、大丈夫なこれを。読書の秋だから、おすすめの本とかじゃ。おすすめの本、おすすめの本、いやもうね、本本当に読まなくなっちゃったから、読めなくなっちゃったっていうか、もう、はい、根気がないのかね。おすすめの本、あ、じゃあ、うん、ミヒャエル・エンデの果てしない物語とかどうですかね。いや、わかんないよ。わかんない。あ、でもこれなんかあの児童書っていうか、その子供とかが読んでも面白い本なので。小説？小説です。うん、あ、でもそれはいいかも。読みやすいわけでしょ。読みやすいんですけど、うん、もうすっごく面白くて、うん、あのいろんなユダヤ教とかキリスト教のモチーフもいっぱい中に散りばめられてて、まあ、大人になってからでも楽しいですし、ルーツみたいなこと。あ、ユダヤ教、そうですね、あの7つの食材とかユダヤ教のシンボルなんですけど出てきて、そういった面でも楽しいですし、特に最後の、命の水っていうところがすごくあの感動します。おあの海外の本当におじさんなんだけど、はい、ほらよく言うほら名前がピンとこないっていうか入ってこないんだよね、海外の名前が。名前がね、太郎とかジローにしてほしいよね。そう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 、太郎ジローでね。そう、じゃあそう2冊目、あ、じゃあ名前が太郎二郎の海外の小説になるの、うん、名前が太郎二郎の海外の小説はちょっとまあ私の知識の中ではない、ない、ね、今までの経験のな い,、うん、ないね、あるかもしれないでしょ、うん、あるかもしれないですけど、うん、ない。じゃちょっとそれ探して紹介していこうと。あ、わかりました。太郎二郎的なそうそうそうそ う, そうサブ、サブみたいな感じですよね。そうそうそう、サブちゃんみたいなさいやまあね、食欲の秋ですけどね、はい、でもちょっと痩せましたよね。痩せたのかな。なんかさ、前舞台共演した時より痩せた感じするけど、ね、あ、でも私3キロぐらい痩せて体脂肪率が 8% ぐらい落ちて、うん、ちょっとそれもうさ、もうダメなんじゃないの、キャラ的に。もっと太んないと。いやでも、それもうそんな、ね、今もお仕事じゃないから、普通に可愛い、ね、子に近づきつつあるよね。いいんで、それが正解ですよ。普通の一人の人間ですけど、まっとうな姿ですから。言いながら目が笑ってますけど、何なんですか。もっとほらね、そっちよりももっと四つ足の動物に近づいていかないと。豚じゃねえわ。違うわ。人、ね、人、ホモサピエンス。結構飯は食う。あ、食べるときにドカッと食べますね。あ、一日一食みたいな。一日一食で全然いいんですよ。もうすごいね。で、何が好きなの？好物は？ラーメンとか焼肉。うん、あ、全く俺と一緒だ。ポテチとか。あ、俺一緒。でも私最近その、うん、ラーメン、カップラーメン、ポテチっていう生活続けてたら高カカになっちゃって、栄養不足で、あ、ビタミンが足りないみたいなこと。そうですそうです。だからちょっと改めようかな。野菜が足りてないんじゃない？うん。野菜食わないでしょ、あんまり。野菜嫌い。嫌いなの？俺めっちゃ食う。野菜嫌い。例えばさ、ピーマンが嫌いとかさ、人参が嫌いとかじゃなくて、野菜も大体嫌いなの？なんか葉っぱ嫌い。葉っぱ嫌い。葉っぱ嫌い。バカじゃねえ。葉っぱ嫌い。言い方がバカな。あ、だから子供の感覚だよね。魚嫌い。ね、ほら。卵嫌い。え、もう好き嫌い多すぎない？食べるもんほんとないじゃん、そしたら。だからラーメン、焼肉。好
まあでも肉って太んないらしいね、あれ肉だけ食べてる。だから要するに炭水化物、ご飯とか、まあそう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 、肉だけだと太んないらしいよ、うんうん、赤身とかね、うん、うん、そう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 、筋肉になるからね。なるほど、あ、うん、何そんな感じで、ね、そんな感じで、あ、もうね、お時間がね、迫ってますよ、皆さん。そうですよ、私も早く FF14 にログインしないと。あ、なるほどね、はい、帰ってゲームやりたい。そうです、ゲームやってね、うん、忙しいですから。じゃあ帰ってゲームやりましょう。はい、行きましょう。うん、今日は本当にありがとうございました。とんでもない、元エリー、楽しかったですよ、本当に。準レギュラーになってください、準レギュラー。準レギュラー、うん、いや、もうこ気持ち的にもレギュラーみたいな感じです。あ、本当ですか、はい、毎週来てくれます。これが序章みたいな感じ。あ、毎週でもゲーム休んでここだけ見ないんですよ。まずそれちょっと厳しいな。ゲームしながらでもいいですか。ゲームしながらね。じゃあ今度ゲームやりながら話そうか。実況みたいな、それ面白いかもしれない、うん、ゲーム実況ね、うん、あ、ここまとめるやつか、はいはいはい、フレアフレアフレア聞いてる人何がなんだろう、わかんない、OK です、わかんないね、俺たちずっと黙っちゃうねということで、モテエリー渚さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。